一昨日が 11.6 なんですけど、これ理由があって、チモシードームがあるんですけど、うん、そっちを崩しながら食べてます。だからちょっと計測がそれできないんで、あ、はい、だからその辺ではわからないんです。ただ体重から見るとまただんだん増えてるので、それを食べてるのが明らかなんです。チモシードーム、はい、チモシードームを食べてます。あのカー君も好きでしたよね、チモシードーム。この子も大好きで、あれを食べてるので。なるほどね。で、あの入れて1週間で半分ぐらいになってますんで、もうほとんどないですよ、形が。結構食べてるみたいです。はい、それとあの、なんだっけ、ペレットの方ですか。ペレットの方は、まあ、毎日、13ぐらいで、はい、食べてます、ね。はい、13。飲む方はどうです？それなりに飲む方は30、今日は40飲んでましたけど、大体30だね。30平均で飲んでます。だからうんちの数の平均は、うんちの数が、今はですね、250前後ぐらいです。はい、じゃあ写真のとこ述べて現像しますので、はい、ちょっと時間ください。はい、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。